スタンダードライフアバディーンは、資産運用を中心に、生命保険や年金、貯蓄などを扱う金融サービス企業。イギリススコットランドエディンバラに本社を置き、世界80カ国以上で事業を展開している。日本では、資産運用に特化し、アバディーンスタンダードインベストメンツ株式会社として事業を行っている。ロンドン証券取引所上場企業。 現在のスタンダードライフ・アバディーンは2017年8月、エディンバラを本拠とする生命保険会社のスタンダードライフと、アバディーンを本拠とする資産運用会社のアバディーンアセットマネジメントの合併により設立された。スタンダードライフのルーツは1825年に設立されたザライフ・インシュアランス・カンパニー・オブ・スコットランドに遡る。 同社は1832年にスタンダードライフ、アシャーレンスカンパニーと解消し、1847年にはインド、中国、ウルグアイに代理店を開設、1910年に企業年金の運用を開始した。1998年11月、資産運用部門を担う、スタンダードライフインベストメンツが業務を開始、2006年7月、スタンダードライフは、 ロンドン証券取引所に上場した。2014年7月、スタンダードライフは、グラスゴーを拠点とする、イグニスアセットマネージメントの買収を発表、生命保険会社を中心としてきた、スタンダードライフにおいて、資産運用部門の強化が進められており、2010年7月、スリーは、中央三井信託銀行と、業務提携を締結。 更新の三井住友信託銀行は2016年6月3との提携拡大を発表していた。アバディーンアセットマネジメントは1983年アバディーンの投資信託会社からのマネジメントバイアウトにより設立され、1991年にアバディーントラスト PLC の企業名でロンドン証券取引所に上場、1997年に アバディーンアセットマネジメントへと解消した。1990年代を通じて、シンガポールや香港に拠点を設けるなど、アジア、新興国地域に事業を発展させ、2000年以降は、バークレーズ、ドイツアセットマネジメント、クレディ、スイスなど、有力金融機関から、資産運用関連事業の買収を続け、2013年には、 ロイズバンキンググループからイギリス有数の資産運用会社であったスコティッシュウィドーズインベストメントパートナーシップを購入した。2017年3月、スタンダードライフとアバディーンアセットマネジメントの合併が発表され、欧州の資産運用事業者としてはリーガルジェネラルに次ぐ規模となった。両社の資産運用部門はアバディーンスタンダードインベストメンツブランドの下で、 運営されることになった。資産運用に特化した日本法人、アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社は、本国法人の合併を受けて2017年12月、旧スタンダード・ライフ、日本法人の、スタンダード・ライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社と、旧アバディーン・アセット・マネジメント、日本法人の、アバディーン・投資・投資顧問株式会社の合併により、設立された。オフィスは、 旧スタンダードライフ、日本法人と同様であり、東京にある。ありがとうございます。